はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、総裁ができる要件、いわゆる総裁適場と呼ばれるものについて解説させていただきます。内容的には少しちょっとややこしくなりますので、具体例を入れながら解説させていただきます。で、総裁ができる要件についてはこの5つなんですけども、もう重要なところで言うと、もう3番と5番あたりですね、このあたりなので、まあ、ここを中心に解説していこうと思います。で、まず総裁ってどういうものなのかというと、お互いが持っている債権を消滅させるということなんですね。帳消しにするといったイメージです。例えば私があなたに50万円を貸しました、逆にあなたは私に50万円を貸しましたといった場合、お互いが50万円の貸金債権を持ち合うわけですよね。で、これをもう総裁しちゃおう、帳消しにしちゃおうというのが総裁なんですよ。私は50万円貸したから、あなたから50万円を返してもらう。また一方で、あなたは私に50万円を貸したわけだから、私はあなたに50万円を返す。このように現金のやり取りするのめんどくさいじゃないですか。50万円行って帰ってきてって。これやるのめんどくさいから、まあ、総裁をして帳消しにしちゃいましょうと、まあ、いうのが今回の話になってくるんですね。で、どういった場合に、じゃあ総裁ができるのかという要件があるんですね。総裁適場って呼ばれるんですけども、総裁に適した状況ってどんな状況なのか、これが総裁ができる要件の内容になってきます。では一つちょっと具体例を出します。例えば A さんが B さんに50万円を貸しました。こうすることによって A さんは貸金債権を持ちます。で、一方で B さんは A さんに対して時計を売りました。売ることによって代金債権を持ちます。で、この時計50万円だったと仮定します。で、この時計もう A さんに引き渡しちゃいましたということで、時計は A さんの元にあって、 A さんが代金50万円を払っていない。つまり B さんは A さんから50万円の代金を受け取る権利があるということで、 B さんは50万円の代金債権を持っている。そしてそれぞれの債権の期限というものも一応決めておきます。A さんが有するこの貸金債権の期限、これは5月10日としました。この5月10日っていうのはどういう期限かというと、 B さんが A さんに借りた50万円を返さなければいけない期限なんですね。で、一方で代金債権についての期限は5月20日にしました。これは A さんが B さんに対して代金50万円を支払わなければいけない期限、これが5月20日です。で、ここまでの内容から総裁ができるかどうかを考えていきましょうって話ですね。まず一つ目の要件として、双方の債権が対立しているっていうことが要件なんですね。で、これはそれほど難しくありません。今回双方が持っている債権っていうのは、 A さんが持っている貸金債権と B さんが持っている代金債権、これです。これについては対立してますね。どういうことかというと、こちらの貸金債権はA が B に対して有する債権、一方でこっちの代金債権は B が A に対して有する債権ということで、これは双方が対立している、まあお互いが債権債務を持ち合っていると、まあ、いったイメージですね。なんで、まあこれはそれほど気にしなくても大丈夫です。で、2番、これもそれほど気にしなくてもいいんですけども、双方の債権が同じ種類の目的を有しているんだっていう話です。で、今回は貸金債権、代金債権、あれ違うじゃないかって思われるかもしれないんですけども、これはどちらもお金に関する債権なんですね。貸金債権はお金に関する債権、代金債権もお金に関する債権、どちらも金銭債権なんですよね、今回の話で言うと。なので今回は同じ種類の目的を有しているということで、2番の要件も満たします。で、3番はちょっと飛ばして4番いきます。4番は双方の債権が有効に存在しているっていうことが要件なんですね。これどういうことかというと、無効じゃないよってことです。この代金債権、いわゆるこの時計の売買契約が無効だというのであれば、これはダメですよって話です。有効だよと。またこの貸金債権も、そもそも貸金契約っていうのがありますよね。その契約が有効だということです。このように契約が有効であれば債権は有効に存在しますよね。なのでそれが要件になっているよっていう話です。
で、1、2、4。これについては、まあ、それほど、まあ、重要ではないっていうか、それほど深く考えなくてもいいところで、3番、ちょっとここ行きます。これがちょっと難しい内容なんですね。で、まずこの3番を考える上で、頭に入れていただきたいのが、自動債権と受動債権。これをちょっと頭に入れていただきたいんですね。まず、自動債権っていうのは、総裁をする側が持っている債権です。つまり、総裁させてくださいって主張する側が持っている債権が自動債権。一方で、総裁される側が持っている債権を受動債権という言い方をします。ちょっと具体例考えますね。もし B さんから総裁させてくださいっていうふうに主張した場合、B さんが持っている代金債権が自動債権。で、逆に総裁される側の債権。A さんが持っている貸金債権が総裁される側だから受動債権になるということです。逆に A さんから B さんに対してこの貸金債権使って総裁させてくださいと主張するのであれば、この貸金債権が自動債権。で、総裁される側の代金債権、B が有する代金債権が受動債権というふうになります。まずちょっとここは頭に入れておきましょう。で、3番の内容で言うと、双方の債権が弁債期であることが要件ですよね。この弁債期っていうのはこの期限と思ってください。期限が到来しているということです。例えば5月もう30日だったと仮定します。5月30日の場合はこっちの期限到来しているし、こっちの期限も到来している。だから総裁することができるんですね。A から総裁してもいいし、B から総裁をしてもいいという話なんですけれども、じゃあ5月15日だったらどうなのかと。いう話なんですけども、5月15日の場合はこっちの期限は到来してるけど、こっちの期限到来してないですよね。5月15日だと。でそうすると、あれ3番の要件満たさないよって思うかもしれないんですけども、実は5月15日の場合 A さんからは総裁することができるんですね。これがどういうことなのかっていうところが重要なポイントになってきます。自動債権が弁債期であれば総裁をすることできるっていう話を今からお伝えします。具体例が5月15日今お話しした内容です。5月15日です。5月15日の時点でこっちの期限は到来してますよね。こっちの期限到来しているっていうことはどういうことかを考えると、 B の返済期限は過ぎているって話ですよね。この貸金債権の期限が5月10日で、現在が5月15日ということは、 B さんはもう期限が過ぎて5日間経ってるわけですよ。つまり B さんは履行地帯の状況、債務不履行という状況なんですよね。じゃあ一方で5月15日こっちの債権はどうかというと、こっちの債権はまだ弁債期到来してないですよね。5月15日、これどういうことを意味するかっていうと、A の支払い期限まだ来てないって話なんです。 A の支払い期限はまだ5日間残っているって話なんですね。言い換えると、 A さんはこの時計の支払い50万円まだ返さなくてもいいっていう話なんですよ。別にすぐ払ってもいいですよ。 A さんは B さんに対して50万円すぐ払ってもいいけれども、まだあと5日間は払わなくてもいい期間があるっていう話なんですよね。で、先ほども言った通り、別にすぐ払ってもいいわけです。支払い期限は5月20日だから、それまでに払えばいいわけだから、今すぐ払ってもいいって話ですよね。ということは、5月15日の時点で、A さんは別に払ってもいい。で、B さんはもう支払い期限過ぎてるんだから、もうすぐにでも払わなければいけない。という状況ってことは、A さんから総裁を主張することは OK だという話なんです。総裁をするということは、この50万円払ったことになりますよね。一方で B さんも借りたお金を返したことになりますよね。5月15日の時点でそれを行うのは、お互い別に不利益はないわけですよ。A さんとしては、あと5日間払わなくてもいいけれども、その5日間を放棄して、もう今すぐ払いますよっていうのが総裁じゃないですか。だからその期限というものをもう自分で放棄をして総裁をする。これは別に OK ですよね。相手方は不利益は生じていません。つまり今は A さんから総裁を主張したわけだから、総裁させてくださいと言ったわけだから、 A さんが持っているこの貸金債権が自動債権ですよね。自動債権です。この自動債権は5月15日の時点で
期限が到来してます。弁済期にあります。この場合、A さんから相殺することは OK だというのが今の具体例です。じゃあ、B さんから相殺を主張することはできるのかを考えます。5月15日の時点で B さんから相殺することできるかというと、B さんから相殺できないんですよ。これなぜかというと、今の話ちょっと戻ると、A さんはまだ支払い期限まで5日間残ってるって言いましたよね。5月15日時点で。で、そういう状況で B さんから相殺をするということは、A さん、この50万円を払ったことになるわけですよ。5月15日の時点で、A さんはこの50万円を払ったことになるんですけども、それを B さんから主張するということは、B さんが一方的に A さんが持っている5日間まだ払わなくてもいいよっていう利益というものを B さんが一方的に奪うことになっちゃうんですよね。つまり A さんにとっては不利益なんですよ。5日間まだ支払わなくてもいい利益があるのにもかかわらず B さんから相殺ができるとなってしまうと、その利益、期限の利益と呼ばれるんですけども、その利益というもの、5日間支払わなくてもいい利益というのを B さんが勝手に一方的に奪うことになるから、それはできませんよっていうことなんです。これ OK でしょうか？ B さんとしてはもう支払い期限は過ぎてるわけだから、 B さんは今すぐ50万円を弁済しなきゃいけないけれども、この時計売ったんだから、その50万円と相殺させてくれっていうことは5月15日時点では言えませんよっていう話です。ここはちょっと難しい部分なんで、ちょっと何回か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。もちろん双方の債権が弁済期にあれば相殺できますよ。お互いどちらからでも相殺はできるけれども、どちらか一方だけが弁済期の場合ってあるわけですよね。でそういった場合は、自動債権が弁済期到来しているのであれば、それは相殺できるけども逆はできませんよっていうところが今回の今お話しした部分なんですね。なんでこれも付け加えて頭に入れておきましょう。ここが試験に出やすいポイントになってきます。で5番目、相殺が許される債務であるということが要件なんですね。これ言い換えると、相殺が許されない債務については相殺ができないっていう話なんです。でこの5つっていうのは全部満たさないといけないですね。まあ、3番についてはこれでもいいですよ。自動債権が弁済期にあればそれで OK、 3番満たすんですけれども、この5つは基本的には満たさないといけない。つまり5番だけ満たさない場合は相殺ができないっていう話なんですね。でじゃあ5番について、相殺が許される債務じゃなくて相殺が許されない債務って逆に何があるのかを考えます。つまり相殺できない場合ですね。この5番に当てはまらない場合ってどんな場合かを考えると、例えば同時履行の抗弁権がついている場合です。今一番最初にこの時計の話をしたんですけども、これは時計は引き渡したということを初めにお話ししました。これ引き渡したというのであれば、もう A さんはあとは代金を払うだけですよね。同時履行の抗弁権って主張できないんですよ。で一方で、もしこの5月20日に時計を引き渡します、かつ50万円もらいます、これを同時履行の関係にしたと、同じ時期に債務を履行しましょう、義務を果たしましょうっていう風にした場合どうなるかというと、今現状でこの時計は B さんが持っています。で50万円を A さん、買い主 A さんから受け取ると同時に時計を引き渡すっていう約束なんですよね。同時履行の抗弁権が付着しているということはそういう話なんですよ。でこの場合、今 B さん時計を持っていると仮定します。そうすると A さんが持っている債務っていうのは代金の支払い債務ですよね。つまりこの債権、代金債権の逆です。代金債務を持っているんですよね。でその代金債務っていうのは同時履行の抗弁権が付着してるんです。これちょっと同時履行の抗弁権がわからない方は、ちょっと先に同時履行の抗弁権勉強していただきたいんですけども、お互いの債務を同時に履行する、同時に義務を果たすっていうのが同時履行なんですね。でもし相手方が債務を履行してくれない、義務を果たしてくれない場合は、私も義務果たしませんよって主張することができる、対抗することができる、これが同時履行の抗弁権なんですよ。なので B さんが時計を持っていて、
B さんが A さんに対して時計を引き渡さないのであれば、A さんはこの50万円払いませんよって、同時履行の公弁権を主張することができるんですね。対抗することができるんです。なので、今言ったように、この時計の引き渡しと、この50万円の支払いが同時履行の関係にある、そういった約束をしたといった場合は、A さんが持っている代金の支払い債務っていうのは、総裁が許されない債務になるんですよ。つまり、B さんからは、この債権を使って、総裁を主張するってことができないっていう話なんですね。相手方が持っているこの債務、代金債務が同時履行の公弁権がついているから、これはできませんよっていう話です。で、これできるとどうなるかというと、時計は B さん持ってますよね。で、まだ引き渡しをしてません。その状況で B から総裁しましたって言ったら、この50万円の貸金債権は消滅します。またこの代金債権も消滅します。でも、B さん時計持ったままです。もしかしたら B さんこの時計を A さんに引き渡さない可能性も出てくるわけですよ。そうなってくると A さん困りますよね。A さんにとって不利益が生じるわけですよ。だから B さんから総裁を主張することはできないっていうふうにしてるんです。で、逆に A さんから総裁を主張することはこれできるんですね。同時履行の関係にあったとしても。なぜかというと B さんは不利益生じてないからです。相手方は。自分自身は不利益が生じる可能性ありますよ。時計を引き渡してもらえない可能性があります。でもそれを放棄してるわけです。別にいいよって思って総裁を主張するわけだから、それは別に A さんの勝手なんですよ。だから A さんから総裁主張することできるけども、B さんから総裁を主張することができないよっていう話です。で、まあ、ここに書いてある総裁が許される債務っていうのは一番最初の事例ですね。もうこれ時計引き渡してますよって言った場合は別にこれ総裁許されるんですよ。これとこれは。なので総裁することは OK なんだけども、この時計について同時履行の関係にあるそういった契約をしたというのであればちょっと話が変わってきますよと、まあ、いうのが5番の内容になってきます。で、この5番の内容もややこしい部分なんですね。で、今言ったこの3番とこの5番の内容、ここについては正直内容難しいので1回見ただけではおそらくわからないと思います。なんで、まあ、正直5回6回とか何度も見てやっとわかるぐらいの内容だと思いますんで、何度も見ていただいて復習していただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話した5つの課題全て解決することができます。無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。